今列車を見送ります。秘境駅、余部です。実はこの秘境駅、平成24年の1月に訪ねてるんですが、それからだいぶなんか周辺が整備されて新しくなったということで、今回訪ねました。降りる人は私だけですね。これ記憶ありますね。これ目の前のこのブロックみたいな、これは、昨日もこう、撮ったんですけど、人がすごかったです。数十人の人が。今日も降りるんじゃないかなと、誰か降りるんじゃないかなと思ってたんですが、誰も降りませんでした。いいですね。一人私だけがこのポツンとこの駅に、取り残されるっていうのが何とも言えません。今日の天気はちょっとこんな感じで、今日からなんか天気が崩れるっていうんでちょっと心配してるんですが、波もちょっと荒いみたいですね。やっぱり山陰っていうのはこういう感じがあってんじゃないかな、なんとなく。あまりカラッと、晴れたのは山陰ではないような気がしますよね。このブロックみたい、おっと、ちょっと雨がポツリポツリと降ってましたね、これ。コンクリート製のこの待合室も前と変わってないですね。ちょっと入ってみましょう。まあ綺麗ですね。前こんなこのテレビなかったな、モニターな。6年経つとやっぱりいろいろ変わるもんです。ここでの滞在時間がたっぷりあります。今来たのが城崎温泉豊岡方面の8時17分。
で次があれか10時43分、2時間半2時間半だ、たっぷりです、ありすぎるぐらいですね、2時間半は。ちょっと小雨が、風が強くなってきて、小雨がちょっと、あ、大丈夫ですね。あれ？こちらは何だ？あ、トイレ。あら、使用禁止だ。道の駅のトイレを利用してくれ。現在使いません。じゃあちょっとこの周辺をぶらつきますかね。この鉄橋の下あたりがかなり整備されてるというふうに、そういう情報をキャッチしました。ではとりあえず豊岡方面を見ながら一旦切ります。